朝霧型護衛艦は、海上自衛隊の護衛艦の艦級。第一世代の汎用護衛艦である、初雪型の拡大改良型であり、56中央の昭和58年度から61年度計画で、計8隻が建造された。海上自衛隊では、ポスト4次防において、新しい艦隊編成として8艦発揮体制を策定し、その基準構成艦となる。 汎用護衛艦として、初雪型の建造に着手していた。しかし同型は、開示発の汎用護衛艦であり、また予算などの制約も厳しかったことから、交端性や C4i 機能などで妥協せざるを得ない部分も多かった。このことから、大型化しその不備を是正するとともに、搭載システムの近代化を図ったのが本型である。上記の経緯より、本型では、 要求性能は 52DD とほぼ同じだが、装備上の改善等が図られ、排水量が増加している。基本計画番号は、解113とされた。線形としては、52DD と同じく車両、甲板型を基本として、後部を切り替えた、朝鮮主炉型であるが、上甲板の線一下が図られており、車両甲板型に近づいた。高換性の観点から、 機関区画をシフト配置としたこともあって、船体は7メートル延長され、排水量は約500トン大きくなった。ソナーの装備位置が前方に移されたことから、水線上の監視形状は、直線上のステムが前方に鋭く突き出して、二次防寒のクリッパー型を放出とさせるものとなったほか、周カリ直後から環境構造物チューブにかけてナックルが付されている。 環境構造物は一層低くなり2層とされた。また設計の最終段階にあたる1984年、懲戒ヘリコプターを必要に応じて2機、収容できるようにハンガーが大型化されたが、これは戦闘艦としてのシルエットを大きく損なったと評されている。52DD では排水量低減のために上構えにアルミニウム合金を多用したものの、これは 高端性の問題が指摘されていた。その後、51対抗が策定され、それまで重視されていた、単年度会計における単管の建造費の圧縮から、中期防衛力整備計画における、鑑定定数の制約、すなわち、質の重視へと移行したため、極端な排水量抑制を行う必要がなくなったことから、8番艦以降では、上部構造物を全硬化した。 しかしこれに伴う重量像はそれ以上の重量の固定バラストによって保証する方式とされたため最大純高速力や高速性能など各種運動性能の低下をもたらした。このことから本型では重量像を船体設計に盛り込むことで復元性を確保することとされ全幅が1メートル増大された。また対戦線のパッシブ船への移行に対応し 52? DD と同様、水中放射雑音を遮蔽するため、船体に貼るマスカー、プロペラにプレーリーを装備した。52DD では、このシステムの作動に必要な圧縮空気を、コンプレッサーで発生させる方式としたため、このコンプレッサーの雑音のせいで、トータルの雑音が低減されないという問題が、生じたのに対し、本型では、ガスタービン主機関からの中期としたことで、 雑音低減が進んでいる。なお搭載艇としては、白根型と同様に、カッターを廃止して7.9メートル内過程2隻を、格納庫量限の重力式ダビットに追り化する、方式とされた。上記の通り、本型は 52DD よりも大型化しており、常備排水量5000トン級となった。しかしこの大きさで、最大速力30ノットを発揮するためには、 手出力5万4千馬力が必要と見積もられたものの一機で型原分の2万7千馬力を発揮できるガスタービンエンジンは当時存在せず 52DD と同様のカガーグ方式の採用は困難であった一方ちょうどこの時期に実用化されたロールスロイススペイであればコガーグ方式で所要の出力を確保できる見通しがついたこのことから本型では イギリス海軍の22型フリーゲートバッジ3で良好な実績を示していたスペース M1A を1機、あたり13,500馬力で使用することで合計出力54,000馬力を確保した。これにより、主機関2機のみの運転で26から27ノットと、ソナー有効最大速力以上の速力を発揮できるようになり、特に対戦線の遂行上の恩恵は大きかった。 また本型では、主原則装置の弾性指示やプロペラの体系化、低回転化、補機、関係の防振対策強化など、水中放射殺音の一層の低減が図られている。なお本型より、手機運転について、環境からの遠隔操縦が導入された。これは、従来より用いられてきた、エンジンテレグラフによる速力指示機構と併設されており、適宜に選択して用いられた。 一般的には、精密な相関が求められる出入工事、洋上補給などの洋上作業時、総員戦闘配置時には、テレグラフ方式、それ以外の概要行動時には、遠隔操縦方式が選択されることが多かったと、されている。蒸気タービン及びマルチプレディーゼル指機関の護衛艦では、左舷軸用と右舷軸用の指機関を前後に間隔を置いて配置する。 シフト配置が採用されてきた。これに対し、52DD では、排水量の制約のため、複数の機械室に両元機を左右対称に設置するというパラレル配置が採用されたものの、高端性の面で問題が指摘されていた。このことから、本型では、蒸気タービン管と同様に、前方の第一機械室が、左減軸、補機室を挟んで後方の第二機械室が、 右限軸を駆動するシフト配置とされた。これに伴って、煙突も、シュマストごとヘリカクのコ直前の2本に変更され、それぞれ左右にシフトして設置されている。小ガーグ機関のシフト配置という方式は、本型以降に建造された全ての高型、警備艦において踏襲された。なお、上記の通り、設計の最終段階で、 急遽ハンガーを大型化したために、後部手機の煙時が複雑化し、排気路抵抗から、指機官出力に悪影響を及ぼす懸念が指摘されていた。電源としては、第1.2機械室に、川崎重工業 M1A-0 に、カスタービン原動機による1.2号主発電機、後部発電機室に、ディーゼル原動機による3.4号主発電機が搭載された。 本型より非常発電機が廃止され、停泊時は3.24号種発電機が用いられることとされたが、廃棄口が完備曝露部よりの外反量源に設けられたため、隣接艦の管内は元より風向きによっては、時間内に廃棄が流入するケースが多発した。これは、横付け系流中特に顕著であった。また、廃棄により、外反が汚れる点も、上院から不評を買った。 本型の搭載する戦術情報処理装置は 52DD の1区 -5 を基本としているが、その能力は大幅に強化されている。1区 -5 は DD に求められる最小限の機能を保有していたが、電子計算機の性能上、将来発展余裕に乏しく、プログラムの柔軟性発揮が難しかった。また特にリンク11の未装備は、 艦隊の情報共有に参加できないという点で、戦力の大きな減災となった。このことから本型では、電子計算機のメモリサイズを拡張するなど強化することで、対空レーダーやヘリコプター戦術情報表示装置との連接やリンク11の送受信に対応するなど機能を充実させた1区マイナス6が搭載されており、 アメリカ海軍協会はフルデストロイヤー CDS とも称している。また本型ではパシブ対戦線に対応するための1区 -101 対戦情報処理装置の搭載が計画されたものの、その開発は遅延したことから実際の搭載は最終艦である海霧までずれ込むことになった。これに伴い同艦ではアスワズとの連接に対応した1区 -7 に発展した。 これにより、対戦線におけるパッシブ情報の統合、表示及び紹介ヘリコプターとのデータリンク機能が強化されており、この情報処理所要の増大に伴い、電子計算機はデュアルプロセッサ化されている。これは後に、朝霧型の多艦にもバックフィットされたとされている。その後、寒冷延伸工事に伴って、戦闘式システムの近代化改修が決定された。 平成27年度より部品の調達が開始され、平成27年9月には、朝霧搭載用の OX-1 が調達された。この OX-1 は、オープンアーキテクチャ化を推し進めた新、コッツコンピュータとして、出雲型で装備化されたものである。o ス1 4 c 対空、創作用レーダーとしては、前期立て増艦4隻では 52DD と、 同系統の OPS-14C を前、ラ柱下段に搭載した。その性能、安定性は、傭兵者を満足させるものであったが、主体から分派されての単独行動時の対空警戒能力には不安が残った。このことから、後期立造艦4隻では、新開発の三次元レーダーである OPS-24 が採用された。これは、 航空自衛隊のレーダーサイトで用いられていた JFBS-3 を元に関西化したものであったが、搭載後より問題が多発し、傭兵者からの評価は惨憺たるものとなった。その後、ほぼ心臓に近いレベルの抜本的な改良を施した B 型が開発され、その成果は本型の OPS-24 にもバックフィットされた。 これによって何とか艦隊での使用に耐える性能には達したものの、これらの改善処置も完全なものではなかったとされている。本型の対空戦システムは、基本的には 55DD のものがベースとされており、股間防空上のブラインドゾーン発生防止の観点から、監視艦板艦に62口径 76mm、単素速射砲、艦備艦板にシースパローアイビブドムズの8、 連装ミサイル発射機を振り分けて配置するとともに、また、近接防空用として、高性能 20mm 機関砲を上部構造物量源に搭載している。射撃式装置は、前期立て造艦では、手砲用として FCS-22A、i v ビ p ドムズ用として f c s 2 1 2ンは装備された。52から 57DD で、 GFCS として搭載された FCS-2 から 21A 波砲の完成専用だったのに対し FCS-2 から 22A ではシースパロータンサムの完成にも対応した。その後 60DD では MFCS を FCS-2 から 12G また 61DD ではさらに GFCS を FCS-2 から23に更新した。 8連装ミサイル発射機は 57DD と同型の GMLS-3 アンペア型とされている。これはイタリア製のアルバトロス用発射機のライセンス生産、改良型であった。ミサイルは当初は RIM-7F が用いられていたが、後に RIM-7M に更新された。ハープーン4連装発射等対水上捜索用のレーダーとしては、 52DD の OPS-18 から1に変えて OPS-28 が搭載された。これは白根型で装備化された同様修正機能付の機種であった。対水上打撃力としては 52DD と同様にハープーム艦隊艦ミサイルが搭載された。52DD では煙突量限から前方に向けて発射する方式であったのに対し本型では 後部煙突直前から両舷に向けて発射する方式とされている。アスロック8連装発射基本型の対戦線システムは、あらゆる面で52リリーのものの改良型となっており、ガンの近くでは従来通りのアクティブ対戦線、遠くでは国内開発の86式エコー式、パッシブソーナー多くはマイナス1及び、懲戒ヘリコプターのその部位による、 パッシブ対戦線を組み合わせて実施する計画とされた。船体装備ソナーは 52DD の OX-4 をもとにラバードームの採用や艦首形状の改正などの改良を加えた OX-4A とされた。また 52DD では機関室の騒音からの隔離不十分や艦首波の影響など装備位置の配慮不足のためにソナー性能の低下を招いた反省から 本型では装備位置を前方に移したこともあって、探知性能は大きく改善された。タスの開発は大幅に遅延し、正式化は1986年となったが、建造工程に余裕があったことから、60DD から装備化が実現した。ただし 52DD と同様、5パ板におけるタスの投入、揚集作業は危険を伴い、特に夜間。 高天時の作業は安全確保上特別の配慮が必要であった。また、上記の通り、61DD で、さらに1区 -101 対戦情報処理装置が、多くは -1 とインターフェースを取った上で、初度装備され、これらは、その他の艦にも順次にバックフィットされた。なお、ダスが、後日装備されるまでは、紹介ヘリコプターのその部位が、 唯一のパッシブ戦センサとして用いられたが、その情報を受信、処理するその部位信号処理装置としては、シラネ型と同じ丘 -201 が搭載された。ただし 61DD では、SDPS もアスワズに連接されていたのに対し、アスワズを後日装備した間では、これらは連接されなかった。換金棒でのアクティブ対戦戦のための対戦兵器は52。 DD を踏襲しており、環境構造物直前に、アスロック対戦ミサイルの8連装発射機を、艦中部量限に324立方ミリメートル連装単魚雷発射管を設置した。これらを指揮する水中攻撃式装置としては、CDS とのインターフェース機能を追加した SFCS-6C が搭載された。また、魚雷対策用の栄光式で恋としては、 52DD では、アメリカのファンファーレを国産化した、A ーコーグ3型が搭載されていたのに対し、本型では、ファンファーレの後継として、やはり、アメリカで開発されたアン、SLQ-25 にクシーが装備された。は、マギりと、マ切り電波探知装置としては 58.、58.59DD では 52DD と同じノルア -6 を搭載した。その後、 60DD において、新型のノルア -8 が装備化された。これは、従来の電波探知装置とは全く別系列で、対艦ミサイル防御を重視した機種である。通信破壊ザム機能を削除する一方で、ミサイルーカー波の瞬時探知、全方位同時捜索など、技術研究本部が試作していた、水上艦用電波探知妨害装置の成果を、 バックフィットして開発されたものであった。その後、58.59DD にもバックフィットされ、また 60.61DD では、オルト -3 電波妨害装置と連接された。海切りのヘリカンパに駐機する、SH-60J8 艦発揮体制を取る、護衛隊軍のワークホースとして考えたとき、 本型の最も重要な装備と言えるのが搭載する紹介ヘリコプターである。本型では初めて当初より SH-60J の搭載を想定した設計がなされており、その機上のヘリコプター戦術情報処理装置とのデータリンクのため多く -1 ヘリコプターデータリンクを搭載する。また初着艦支援装置も従来のベアトラップをもとに SH-60J の最低地上高に合わせた薄型のシャトルを用いたロスト J に変更されている。上記の通り、通常の搭載機のほか、緊急時にはさらにもう一機を収容できるよう、格納庫も拡張されている。ただしヘリコプター着艦高速、移送装置は一機しか装備していないため、SH-60J を用いて行われた二機、格納検証作業の際には、 途中で危険な状態に陥って、作業中止となっており、実際に2期搭載が行われることはなかった。第11護衛隊の三艦手前から、切り夕り山り長らく護衛艦隊の編成においては、4つの護衛隊軍に20隻の DD が配属されているが、護衛隊軍に村雨型と高波方が収益するに、従い、朝切り型の初期の2隻、山切りと、 朝霧は相次いで練習艦に種別変更された。しかしその後、2011年3月16日に山霧が2012年3月14日には朝霧が護衛艦に種別変更され、それぞれ護衛艦隊直轄護衛隊に護衛艦として復帰した。2012年以降、護衛隊軍に秋月型、朝日型が収益したのに伴い、護衛隊軍所属の朝霧型は、 全て2桁護衛隊に転換された。平成23年度から28年度予算までに、朝霧型の管令延伸のための8席分の回収予算と、延べ17席分の先行的部品調達予算が計上され、順次、管令延伸回収工事が実施された。これによって施された、管令延伸措置により、運用期間は当初予定より5から10年程度延伸されている。 ウィキメディアコモンズには、朝霧型護衛艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。